昭和の初めの頃の話です。私の父は佐世保の海軍で軍艦ハヤテなどの機関長をしておりました。仕事柄中国、台湾、朝鮮などいろいろな国を訪れたそうですが、その中でも特に父が何度も私に話してくれたのは遠洋航海で訪れたアメリカはハリウッドでの出来事でした。父は大使のお供でハリウッド映画の撮影現場を視察した後、特別の計らいでハリウッドスターに会えることになり、そわそわして待っていました。すると目の前に現れたのはちっちゃな可愛い女の子。そう、彼女こそ日本でも大人気だったシャーリー・テンプルだったのです。シャーリー・テンプルといえば世界一有名な子供であり一番のハリウッドスターでした。わずか4歳で銀幕にデビュー以来、愛くるしい歌と踊り、大人顔負けの名演技で人気爆発。当時のルーズベルト大統領の給料をも上回ったという、まさにハリウッドの花でした。そんな大スターに会えた父は大感激。緊張しながらも日本から持参してきた博多人形をプレゼントしました。すると彼女はそのお礼にと父の前で自分のポートレートにサラサラとサインをして父に手渡してくれたそうです。その大人顔負けのスターぶりに父は再び感激。この貴重な思い出とともにシャーリー・テンプルのサイン入りポートレートは一生涯父の宝となりました。とここまでなら、まあありそうな話かと思うのですが、実は続きがあるのです。昭和58年、父は亡くなる前に私にお宝のポートレートをシャーリーさんに渡してほしいと言い残したのです。そこで私は拙い英語でシャーリーさんに手紙とポートレートのコピーを送りました。そしてそんなことも忘れてしばらく経った頃、一通の外国郵便が届きました。なんだろう、不思議に思って開けてみると、中から出てきたのはシャーリーさんからのお礼の手紙と新しいサイン入りポートレートではないですか。今度は私が大感激いたしました。図らずも私たち親子2代にわたって交流を深めることのできたシャーリー・テンプルさんとの思い出の品、鑑定をよろしくお願いいたします。はい、依頼人登場です。どうぞ。私がもう生前ですね、はい、テンプルさんに会いたい会いたいと言ってたんですけども、うん、なかなかそういう機会がね、うん、なくって、うん、父が58年に亡くなりましたので、うん、はい、私はその遺志を継いで福岡のアメリカ大使館を通しまして、はい、住所を教えていただきまして、はい、こういきさつを書いて書きまして、送った、そして送ったんです。するとありがとう、ありがとうと言って、またこういうサインをトゥー菊を止まりベストホイシスと書いてですね、でこれを2枚を鑑定しようと。今日はそうですね、わかりました。はい、では鑑定もお願いします。この番組はアコムとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。すごく生真面目ね、ピシッと書いてね。8歳の時の彼女は4月生まれなんですけどね、世界からの誕生日に集まったプレゼントは13万5千。昔のハリウッドのスターっていうのはそうです、桁違いですよ。さあ、あといくら。サインはありますけど、ちょっと6、7歳の頃の傷があるんですね。はい、だいぶ傷というかボロボロですよ、これ ね、 ですね、はい、2枚合わせて10万。ね、え、高いですか。いや、柴田さんがね、さっきからこんなもんお宝、こんなもん値打ちはもう、だってただの写真じゃないですか。違うの、私の写真にこうサインしても値打ちあんのかなって。全然ないな。でしょ。まあ、我々ではダメですね、うん、テンプルさんではどうかと。あ、はい、では10万円で、はい、はい、10万円です。オープンザプライス。どうかなきゃね。うまい、やっぱりね、これが
このちょうど顔のところに入ってしまったのが、ね、なんとも残念 で、ね、僕はね、はい、もうちょっとこの特にこちらはこのこんなちっちゃい頃にしっかり描いてるんだもん。アメリカでもその頃4年間連続して、最大の稼ぐスター、100万ドルだったって言うんですよ、出演料。はい、当時ですよ。100万ドルって いくらですか。1000万そんなね、大変ですよ。今でも一応彼女 の特徴的なエクボがありましてね、両方に可愛い。100万ドルのエクボってここから来たんですよ。100万ドルのエクボ。え、音羽信子さんじゃないんですか。音羽信子さんなんで撮るんですかって本当だ。8歳の誕生日の時に全世界から13万8000ぐらいの誕生日プレゼントが届いたんですって。でその中にはオーストラリアから送られたカンガルーがいたというそのくらいすごいです。生ですか。生ですよ。なぜじゃあ5万円しかしないかというとですね、一番その問題はその子役の時の写真がやっぱり顔が傷んじゃってる。やっぱこういうものでやっぱり顔っていうのは一番そのプロマイドでも命ですからね。これは完品ならいくらしますか。完品だったらやっぱり10万ぐらいしてもいいと思います。1枚、それからあともう一つはそのため書きといって、うん、その泊さんの名前が入ってますよね、はい、本当こういうサインのものっていうのはこう市場に出た時名前が入ってるとどうしても下がっちゃうんですよね。まあそれはもうしょうがないことで、まあ思い出には変わりませんから、はい、大事にしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。